こんにちは。最強の筋活大好き万能酵母液インストラクターのルイス海江です。よろしくお願いします。では、発芽発酵玄米を、作っていきましょう。発芽発酵玄米なんですけれども、通常の玄米を、準備していただきます。今日は3合で準備してます。ぜひ一緒に入れていただきたいのがこれ黒米です。であと例えば小豆とか、そうですね、黒豆とかっていうのを一緒に炊かれると、この黒の中に入っているアントシアニンっていうポリフェノールが非常に相乗効果を入れてくれます。まず玄米なんですけれども、水に浸水させます。でこれはだいたい夏場で、常温で約4時間、そして冬場でしたら常温で約24、5時間、浸水させてください。そうするとですね、お水の表面に下からこうプツプツと気泡が上がってくるのが見えます。で発芽、玄米の、胚芽のところですね、そこが、発芽する本当に一歩手前で、浸水を止めてください。で浸水ができましたら、これをザルに上げていきましょう。はい、ザル。じゃあ浸水できた玄米をザルにあげておきます、はい、でしっかり、水を切っていただいて、今日は圧力鍋で炊いていきますね。玄米ってどうしてもゴワゴワして嫌っていう方には本当に圧力鍋っていうのは、早くできてとってもおすすめです。でこちらに玄米をで今回、玄米を3合入れてますので、大体皆さんお家で、雑穀とか入れてらっしゃると思うんですけれども、今回は黒米ですね、こちら大さじ1杯入れていきます。そしてお塩ですね、これは海のお塩で大丈夫です。これを1つまみ、そこに万能酵母液なんですけれども、こちらですね、大体お米の 1.2 倍入れていただきます。万能酵母液を入れましたら、少しかき混ぜましょう。そして圧力鍋をして、ではガスでスタートしていきます。で、焦げないようにですね、最初は、中火ぐらいですね、で炊いていくと、15分ぐらいすると大体上のこの重りがですね、くる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 って回ってきます。それから、火を小さくして約15分、炊いていきたいと思います。でもこちらは皆さんのご自宅にお持ちの圧力鍋によって大きさも小ささも違って、皆さんお家で使われている圧力鍋の使用方法と時間でやってください。上の重りが回り出しました。それから火を調理にしていただきたいと思います。この圧力鍋の場合はこれから約15分間、小さな火で炊いていきます。それでは蒸らし上がった、発芽発酵玄米の出来上がりです。しっかり炊いて、玄米の方にしっかり空気を入れます。この前のアントシアニンがすごくいい色ですね。美味しそうに。でこちらは、今すぐ召し上がっていただいてもいいですし、炊飯ジャーの中に、入れていただいて保温していただくと、本当にもう発酵しておりますので長く召し上がっていただけます。
はい、出来上がりました。